泉佐野市。泉佐野市は、大阪府仙南地域に位置する人口約10万人の市。大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置し、南部には、金剛伊古巻泉国定公園に指定された泉山脈がある。瀬戸内式気候に属するため、気候は温暖で、年間の降水量は比較的少ない。沖合には、人工島の関西国際空港があり。 連絡共頭の空港北端の施設を含む区域が、泉佐の市域となっている。残る区域は、田尻町、仙南市。古くから、ひね郡の中心として、商業、工業、農業、漁業が盛んである。また、関西国際空港の対岸であるため、法日外国人旅行者の宿泊需要が多い。中世以来の村の名称、佐野に、 旧泉国の国名を冠したもので、狭い原野ということから、佐ヌというようになり、それが転じて、佐ノになったという言い伝えが残っている。地域は、ひねぐ四郷の一つである、が三里に否定され、合名由来の上野郷の集落も現存している。中世になると、佐ノ荘、鶴原荘、長崎荘といった荘園が成立し、1234年、天福2年、 文略元年には球場家によって広大なひね荘が成立した。1501年文紀元年から1504年永昇元年にかけて九条正元がひね荘へ下校した際に記した正元子を旅引きつけ内朝書領部像には4年間にわたるひね荘の出来事などが詳細に記されており、中世の村の暮らしを知る貴重な資料となっている。 佐野村では、室町時代から、熊野街道筋のあ座城村に、定期史が立つようになった。一方、沿岸部には、津島や五島列島方面まで漁に出るほどの大規模な、船団が出現し、玉の浦治めの反乱や分ろ慶長の役にも、佐野村の漁民が登場する。江戸時代には、豪農の中から海鮮魚を営む者が、現れるようになり、中でも、飯の毛、 から家は、伊原西閣の日本永代蔵にも登場するほどで、当時の面影を残す、色四十八像の一部が今も残る。また諸の絵が寄進した八角大盆章が三重県大雲寺に残されている。漁業や海鮮業が発展し、佐野浦と呼ばれる港町として、活況を呈した佐野村は、集落のおよそ三分の2が、 裏方で、その規模も岸和田藩裏奉行支配の旧が、裏の中で突出していた。また、岸和田藩は、領内の民政に関して、七人昭夜という制度を設けていたが、七人のうち二人を佐野村が占め、藤田や西野昭夜と吉田や東野昭夜が任ぜられていた。職やカラカネらの活躍で巨万の富を得た佐野村は、泉国では、境に次ぐ、 商業都市となり、人口も岸和田城から奥町や貝塚寺内五町を上回るようになった。なお、堺、岸和田、貝塚など、計画的に形成された市街と異なり、佐野村の町場は自然発生的に形成され、迷路のような街路が古い家並みとともに、現在もよく残っている。第二次世界大戦期の1944年。 昭和19年6月から廃線までの間、佐野陸軍飛行場及び明野陸軍飛行学校佐野文教所が設置されていた。滑走路は1500メートル60メートルのコンクリート舗装一本で、現在の末広公園や市民総合体育館付近が滑走路の西端にあたる。また、飛行場の設置に伴う灌漑施設の損失を補填するため、現在も 投資最大の貯水量を誇る、稲倉池及び、稲倉池用水パイプラインの築造工事が1942年、昭和17年12月から着工されたが、選挙区の悪化と廃線の影響で、竣工は1957年、昭和32年にずれ込んだ。1994年9月の、関西国際空港開港に伴い、人工像、臨空タウン、 大型店舗やホテルの進出、高速道路の整備促進など様々な変化を見せていた。しかし、大型プロジェクト等が当初の計画通りには進行せず、景気低迷や地下下下落もあり、財政状況が厳しくなった。2004年3月に財政非常事態宣言を出し、内部管理経費の節減や経費削減、受益者負担の適正化など、 緊縮姿勢を行ったものの、平成20年度決算では、連結実質赤字比率が約24%と、早期健全化基準17.44%を超過し、財政健全化団体となった。泉佐野市は2010年2月に策定した財政健全化計画の中で、各種事業の見直しや有給財産の売却、企業誘致の推進などに取り組むとともに、 人件費の削減などを含めた内部努力に努めることとした。財政健全化に向けた各種取り組みが積極的に行われる中で2012年3月に発表された市の命名権の売却は全国的な話題となった同年11月1日命名権売却候補の募集を始めたが最終的に民間から応募はなかった。 他にも関西国際空港連絡協の国有化に伴って2013年3月からは空港連絡協利用税、関空橋税、法定外普通税の導入も実施している。2013年度決算で財政健全化計画を達成し、2015年度決算で早期健全化団体から脱却した。近年では、 地元の活性化イベントや全国各地での資産品の PR、犬垣山温泉等の地域観光資源プロモーションなど活性化に向けた新規施策も推し進めている。さらに、関西国際空港対岸の立地を生かしたインバウンド観光施策として、リンク空タウンへの IR、インタグレイテッドリゾート、カジノを含む東方型リゾート誘致に向けた検討を行う。 国際観光産業振興議会の設立や、地元など官民共同で行う泉佐のシティプロモーション推進協議会の設立なども実施している。定数は18。2019年5月23日時点での開発構成は以下の通り。2012年12月現在、泉佐の市内の郵便番号は598から 00xx。 泉佐野郵便局の集配担当となっている。なお、先週空港北549-0001は大阪国際郵便局、仙南市先週空港南の集配担当となっている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると1.93%増の10万801人であり、増減率は負荷43市町村中7位。 72、行政区域中21位。2019年5月に執法滝寺、ら、ひね神社枕祭り、大木仮想神社秋祭りの2い断り行事、ひね僧大木の農村景観、港遺跡出土絵星が、日本遺産、旅引き付と2枚の絵図が伝える町中世ひね僧の風景に指定されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。